ハロー YouTube、 どうもドナイヤマモトです。1年ぶりにねベビーメタルの話をしようかなと思うんですが、まあね1年間近くに及びねベビーメタルの話をね上げていなくて、ベビーメタルきっかけでね僕のチャンネル登録してくれた人結構いると思うんで、まあそういった方々がまだ登録していたとしたら大変申し訳ありません。まあなんでねベビーメタルの話を1年間も上げていなかったのかというと、まあ単純にネタがなかったとか話題がなかったっていうことかな、まあ話すことがなかったってことなんですが、まあ変わらずねベビーメタルはねまあずっと聞いてはいました。でね、まあ去年のね4月の武道館のね最後のライブ僕見に行って、まあそれ以降ライブはないので、もうずっとねライブに行けてないっていうか、まあ皆さんとね、まあ、同じなんですけど、ライブがないんだから行けてないのは当たり前なんですけど、行きたいですねそろそろ。1年以上ライブ行ってないからねもう恋しくなってきましたね。まあ次第にさ、なんかいろんなね夏フェスとかさライブとかも、まあ、制限付きで解禁されてきて嬉しい。またねベビーメタのライブをね見たいですわ。まだねモッシュとかはできないかもしんないけど、全然ね座席あるところでいいからね、そこでねゆっくりね、見たいなっていう風にね思ってきましたね。最近またね映像とかね以前にも増してね見て、ああ行きたいな、楽しかったなっていう風にね思いふけてます。このままねライブない期間が続いたらね、なんかベビメタがどん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 過去のものになりそうな気がしてね怖いですね。僕の友達でさ、なんか僕がねベビメタ好きってことを知ってる人はさ、なんかもうベビメタって今もやってないんでしょみたいな感じでね、もう完全にね過去のもの扱いされることもあるんで、なんかね早くね人々のね頭からね消えないうちにね復活してほしいなって気がするんですけど、まあ解散したわけじゃないんでね休止してるだけなんですけれど、でもなんかねザ・アザー版みたいなやつやってるんですよね。まあ、あれちょっと僕ね大変申し訳ないんですけど、こんな動画を上げときながらあれはちょっとね買ってないんですけれど、まあ、新曲をね徐々に作ってるらしいじゃないですか。置いてないんですけど、まあだからね早く新曲がね完成したらねみんな聴けると思うんで、それをね待ってます。で新曲ができるということはね、まあ、多分ライブでやってくれることだと思うので、早くねライブやってくんないかな。いつになるんでしょうかねライブが再開するのが。僕はね去年のね10月に休止ってやったじゃないですか多分。だから今年の10月のね同じ日になんかしらあってもいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。まああとは何よりもねスーちゃんとねモアちゃんはね今何をやってるんでしょうかね。ずっと表に出てこないんですけれども、まあねトレーニングしたりとかお休みのね日をね満喫したりとかなんかいろいろやってるのかもしれないんですけど、早くまたね人前に出てきてほしいなっていうふうに思いますね。早く歌ってるところをね見たいし聞きたいですよね。皆さんはねもう1年以上に及ぶね、まあ、10月に休止って言ってるけど実質4月に休止してると思うんで、去年のこのねベビーメタのロスの期間をねどのようにね乗り越えているのかぜひともね聞きたいですね本当に。まあねまあ、こんなに長くね休止すると思ってなかったんで、あとはまあアベンジャーズの3人ももう別々に活動し始めちゃったからあの体制じゃないと思うんで、どういうねライブ再開するとしてどういう感じでやるのかなっていう、めちゃくちゃガラッと変わるかもしれないしわからないんですけれど、それもねまあ楽しみにねしようかなというふうに思います。はい、というわけでまあ短い動画ですけれども、ここまで見てくれた方いたらありがとうございました。まあ、今後とも何かあったらねベビメタの動画を上げるし、まあ何かなくてもベビメタの話でしたいことがあったらねすると思いますし、どうなんでしょうかね。まあ、とにかく復活したら、一つね、何でもいいんですけど、紙バンドはね、白塗りに戻ってほしいなと思う。それだけです。はい。では、お疲れ様でした。